2011年、ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて第95位。14歳の時にギターを誕生日プレゼントされると独学で習得し、ボブ・ギブソンの影響でフォークの魅力に改眼する。音楽学校でアコースティック12弦ギターとバンジョーを学び、フォーククラブやコーヒーハウスで歌い始める。卒業した1961年には、 ライムライターズのバックミュージシャンとしてデビューし、ついで、チャド・ミッチェル・トリオのバックミュージシャンを務める。1963年頃から、グリニッチ・ビレッジで、ボビー・ダーリンの伴奏者として活躍する。1964年に公開されたビートルズの映画、ハード・デイズ・ナイトを見て、ジョージ・ハリスンの持つ立憲バワッカーの12弦エレクトリック・ギターに影響され、ロックバンド結成を決意。 ジーン・クラーク、デビッド・クロスビーと共にジェットセットを結成。結成当時、彼はまだ12弦にエレキギターを持っていなかったが、バンジョーとアコースティックギターを売り、リッケンバッカー360、12を手に入れた。ベーシストに、クリス・ヒルマン、ドラマーに、マイケル・クラークを迎え、1964年夏に、バンド名をビーフィーターズ、冬には、バーズと改める。 1965年4月、バーズのデビューシングル、ミスター・タンブリン漫画・マンが全米シングルチャートでナンバーワンのヒットを記録すると、いきなりロックスターとしての地位を確立する。またニューシネマの代表作、イージー・ライダーのサウンド・トラック版には、マーキンの歌う曲が2曲収録されている1973年2月、バーズ解散。解散後も主に、 立憲バッカーの12弦エレキギターを愛用する。現在でも精力的にフォーククラブなどで演奏を行っている。最近では3弦が復元となっているアコースティック7弦ギターも使ったりとユニークなギタリストである。ありがとうございます。